こんにちは、花屋龍馬シリーズでございます。今回はね、決断力のなんかつけ方とかコツとかですか。これは何でしょうね。別にないんじゃないですかね、まあ、あるとすれば時間が有限だってことに気づけるかどうかじゃないですか。だから躊躇してる時間って人生の中で全く無駄だと思うんですよ。躊躇して躊躇して躊躇して結局決めるわけじゃないですか。ってことはどっちにしても決めるわけなんですよ。で、決めないってことを決めるってこともあると思いますけども、そうなると成り行きによって選択肢は狭まってしまうってことになりますよね。もう何なんですかね、欲張りなんじゃないですか。あの、決断することによっていい結果を求めようとしているのではないかなと思います。当然決断していい結果を求めるのはしょうがないんですけども、いや、自分がそれほどの人間なのかってことですよね。選んだ決断が絶対に最善の結果を生むっていうふうに自分のことをそこまで信頼できるほど大した人間なのかなと思っちゃうわけなんですよ。いや、ベストだと思って失敗することって当たり前にあるんで、だったら早く決断して早めに失敗をして早めに修正しようかなって考えればいいと思うんですけどね。まあでね、1秒でも早く決定して、それが不確定要素を含むんですよ。どっちにしても決断っていうのは不確定要素があるんですよ。で、それを覚悟して早く決めて早く結果を見て、で、うまくいったらそれで OK だし、時間も短縮できてうまくいったなぁでいいわけなんですよ。で、うまくいかなかったら早く次の手を打って求める結果にどん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 近づけていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、いわゆるトライ&エラーを繰り返すってやつですかね。で、決断を鈍るがゆえにやり直しが効かないデッドラインを超えてしまうことがあるんですよね。だからそれが本当に、もったいない人生だということになりますし、多くの方はそうなっちゃうんじゃないですかね。やっぱ無傷で成功は望めないんで、多少の擦り傷切り傷は覚悟の上なんですよ。どんなことをする時でもそうですよね。なんか体を鍛えようとしてもどっかね、痛めたりとかするわけですよね。で、何か目標に向かって学習しようと思っても頭が痛くなっちゃったりね、するわけですよ。で、なんですかね、まあ、恋愛でもね、アタックすれば振られる可能性あるわけじゃないですか。でも、その振られる可能性にビビっていれば、なんていうか、卒業式になっちゃったりとか、なんかとんでもないやつが横から出てきてなんかね、取られちゃったりとかね、まあ、ある意味先着順ですからね。そういった挑戦っていうのは、誰かがその領域を確保したら残りの席はもう限られてくるわけなんですよね。だから決断ができないっていうか、なんでしょうね、どうやったらできるかっていうのはないですね。何かを食べたら決断できるようになるとかね、ないんじゃないですかね。それこそ腹をくくってる人は決断の連続で人生を構築できるし、腹がくれてない人はいわゆる何の裏付けもない恐怖にビビって、決断とか行動が鈍るかなというところですね。まあなんかそのぐらいしかわかんないですね。そのなんか決断に迷うことがないですからね、私はね。早く結果を見ないといけないから、早く決めて早く行動する、ただそれだけかなと思うんですよ。まあなんか先延ばしにすることももちろんありますけど、それはね、それは先延ばしにしても間に合うと思うから先延ばしにするわけであって、やっぱ優先順位がありますから、先延ばしにできないものから順番に組み立てていって、後回しにしても大丈夫なやつはなるべく後にやるって感じですかね。まあでもそんなに1分1秒争うようなことって私たちの人生にそんなにあるんでしょうか。多分明日に伸ばせることって別に明日でもいいんじゃないかなと思いますしね。今日じゃないとダメなことはどっちにしろ今日やると思うんですよ。まあそれぐらいですかね、決断に対しているのは。逆にですね、なんで決断できないのかっていうことが知りたいですよね。やっぱこう結果を恐れているのか、それとももともと横着なのか、まあそもそも流れに任せておけばいいみたいなね、他人任せなのか。決断力がない人っていうのは時間が有限であることに気づいてないのか、それとも、まあそのね、性格っていうのが変わらないのかなと思いますけどね。変わらないとしたらちょっとね、勝敗は生まれてから死ぬまで全員決まってるってことになっちゃうかなと思うんですよ。まああれですよね、そうですね、なんで決断が鈍るのかなっていうところが私は逆に聞きたいですよね。なかなか決断力がない方がもしいらっしゃったらね、なんで決められないのか、なんなんでしょうか。それほどまでに重大な
問題っていうのは山積してるんでしょうかと、多分決断が鈍ることって生涯に一度あるかないかぐらいじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばね、あの右手と左手どっちかを切り落とさなければいけません、どっちを切り落としますかみたいな、こんな選択じゃないですか。あとはなんかね、カレー味のうんこを食べるか、うんこ味のカレーを食べるか、これは決断鈍りますよ。そのぐらいじゃないかと思うんですけど、現実的にはそんなことってないじゃないですか。何なんですかね、それほどまでに決断ができないぐらい難しい問題って人生に訪れるもんなんでしょうか、というのが私からのクエスチョンです。